フェルディナント・フォン・ザンメルン・フランケネック。フェルディナント・フォン・ザンメルン・フランケネックは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。親衛隊における最終階級は、親衛隊少将及び警察少将。ワルシャワゲット放棄の鎮圧軍の最初の指揮官だった人物。しかしユダヤ人レジスタンスたちに改装させられたため、ユルゲン・シュトロープに変えられた。オーストリアのグリース・キルヒエンに生まれた。 1915年7月にオーストリア・ハンガリー帝国陸軍に入隊。1918年11月から1919 19年8月にかけてイタリア軍の捕虜となった。1920年2月に陸軍を除隊。オーストリア陸軍での最終階級は中位だった。1932年6月にオーストリアナチ島に入島。1932年12月に 新衛隊に参加。アンシュルスゴの1939年4月にオーストリア地方選出の国会議員となった。1942年7月22日、ワルシャワ新衛隊及び警察指導者アルパート、ビーガントが武装新衛隊に従軍して、不在の間、職務を代行するワルシャワ新衛隊及び警察指導者代理に就任。 在職中の1943年1月からワルシャワゲット放棄があり、1943年4月19日午前6時頃から、ホン・ザンメルン・フランケネックは、戦車や火炎放射器を装備した2000人の部隊を率いて、鎮圧作戦を開始した。ユダヤ人レジスタンスは、拳銃やライフルや機関銃などは、ごくわずかしか持たず、 手作りの火炎瓶が主力という貧弱な武装だったが、その抵抗は頑強であり、午前7時半頃にはフォン・ザンメルン・フランケネックの部隊は改装している。この責任を取らされ同日に本、ザンメルン、フランケネックは免職。ワルシャワ新兵隊及び警察指導者の職は、ユルゲン・シュトロープに変えられた。その後、1943年7月15日から、クロアチアで、 エセック親衛隊及び警察指導者を務めたが、1944年9月20日にパルチザンに殺害された。ありがとうございます。